皆さんこんにちは、アニャチャンネルです。前回は認可校とは何か、認可校であるメリットについてご説明しました。今回はその認可校であるかそうでないかを見分けるポイントをご紹介します。ただここで一つ注意、あくまで一つの指標です。キャットミュージックカレッジ専門学校、大阪アニメーションカレッジ専門学校、東京アニメーションカレッジ専門学校は認可校ですが、複数学校を調べている方は直接学校に確認されることをお勧めします。それでは早速見ていきましょう。皆さんが知っている専門学校を何校か思い浮かべてみてください。その中に専門学校と名乗っている学校とそうでない学校がありませんか？実は校名に専門学校と入れられるのは認可校だけなんです。なんとか学院やなんとかアカデミーなどの専門学校と校名に入っていない学校は認可校ではない可能性があるので確認が必要です。ですので正確に言うと無認可校は専門学校ではなく教育施設なんですね。前回もお伝えしたように認可校である条件の中には、中間部は年間800時間以上の授業を行う必要があること、1年以上の就業年限があることなどがあります。専門卒の資格を得るにはまず認可校に入学することが必要です。皆さんの希望する条件に合わせて学校をしっかり見ていきましょう。自分で調べたけどよくわからないという方、良さそうな学校に目星をつけたという方は実際に専門学校に足を運んでみて、どんな学校かをしっかりチェックしてくださいね。それではご視聴いただきありがとうございました。良い進路決定を。バイバーイ。